アローズ A18 は、アローズが1997年の F1、世界選手権参戦用に開発したフォーミュラ1カーで、フランク・ダーニーが設計し、ジョン・バーナードが改良した。1997年の開幕戦から、最終戦まで、実戦投入された。ヒルが、イギリス GP でドライブする、A18 とム・オーキン賞の買収により、コンストラクター名を、 フットワークから再びアローズに変更。形式名も1991年以来続いていた FA から A に戻った。FA17 からはタイヤとエンジンが変更された。1996年にリジェから加入したダーニーが設計。しかし信頼性が致命的なレベルで欠如しており、ウォーキンショーとの意見の食い違いからダーニーは序盤でチームを離脱。 第5戦も0モナコ GP でフェラーリからバーナードが加入するまででは感想は1回ずつの計2回しかなかった。バーナードが最初に言ったことはパーツの強度上げによる信頼性の向上だった。信頼性向上策とともに様々な改良が施された。ブラジル GP からエアボックスをウィリアムズ FW18 のように若干前方に突き出した形状に回収した。 ドイツ GP にはレスダウンフォースに対応した新型のフロントウィングを投入フラップがフルサイズから左右分離型になったハンガリー GP ではハイダウンフォースに対応したリアウィングの前方にウィングが追加されたエンジンは開幕戦には C スペックが投入されたが第40003リの GP 以降は各部を見直したリスペックエンジンが搭載された ヒルは A18 は基本的なバランスは優れていてヤマハエンジンも超軽量ブリジストンタイヤを履かせたら文句なしのセットアップが決まる可能性がありハンガローリンクでぴったりまとまったとハンガリーでの改装の要因を分析している1996年 F1 ワールドチャンピオンのデーモンヒルを迎えカーナンバー1を初めて付けたローズジニエーしかし ダーニーが設計した A18 とヤマハ V10 エンジンは、信頼性が低く、昼は開幕戦のオーストラリア GP ではあわや、予選落ちの危機に立たされ、決勝では、フォーメーションラップ中のマシントラブルで、リタイアとなった。ペドロディニスは開幕戦は完走するも、その後5戦連続リタイアを喫してしまう。第六戦もナコ GP 中の5月10日付で、フェラーリから移籍したジョン・バーナードが、 テクニカルディレクターに就任し、テストの方向性を決めてから、A18 の信頼性も上がっていった。昼も第7戦カナダ GP で、チームメイトのディニスと共に完走してから、第9戦イギリス GP で6位入賞と、初ポイントを獲得した。しかしディニスは4戦連続リタイアとなるなど、信頼性に関しては、不安を抱いたままとなった。 第11戦ハンガリー GP ではヒルが予選3位を獲得。決勝ではブリジストンタイヤの性能を活かし、序盤でブリスターが発生したグッドヤータイヤに苦しむミハエル・シューマッハをパスし、そのままトップを改装。あわよくば優勝というところまで行ったが、レース終盤にギアボックストラブルで失速し、ファイナルラップでジャックビルヌーブに抜かれ、惜しくも優勝は逃した。 このレースで記録した2位がシーズン最高位となった。第15戦ルクセンブルク GP でついにディニスが1997年の初めてにして最後の入賞を獲得。最終戦ヨーロッパ GP ではヒルがトップと0.058秒差の予選4位に入った。ヒルは前を走っていた片山右きょうがスピンをしなければポールポジションを取れたと語っていた。 しかし、決勝ではスタートで順位を落としてしまい、最終的に途中リタイアとなってしまった。ヤマハオックス 11A ハット GP カーストーリー、ボリューム23アローズウェイ18理想的な贈り物、の代償。3A 処方 P47。2018年6月27日閲覧。ありがとうございます。